動画大谷翔平さん、ディズニーに喧嘩を売る。ガーディアンズ・ウェンゼルス。13日、クリーブランド・エンゼルスの逸材、ミッキー・モニアック外野手が、今季初打席となった初回に先頭打者弾を放った。ホームランを打ったミッキーに対し、ミキミキッとこびこびポーズを披露。あざとすぎるやろ。かわいい。こんなんディズニーも逮捕するしかないで。付き合ってミッキーポーズしてくれるミッキーくん成人すぎやで。人生舐めすぎやな。あざとすぎやろこいつ。ショーフタヌ。ウィルビー、スード。このディズニーネタってアメリカでもあるんやな。あざとい。大谷あさって投げるのに大丈夫かいな。ミッキーマウスって言ってて草。来年の被り物決まったな。同じ街にあるし、前はディズニーが球団所有してたし、2002年にエンジェルスワールドシリーズ制覇した時はディズニーランドでパレードした。エンジェルスとディズニーは密な関係なんや。こんな笑顔見せといて遺跡とかないよな。ちょっとあざとすぎん。今まで生きてきてこんなポーズしたことないんやが。お前チラチラ見てただろ。可愛いからって調子に乗ってるよね。大谷の横分けが本当に昔のスーパーマンみたいでかっこいいよな。まさにスーパーマンだし。いかにも何かいらんこと企んでる顔で草。このチャンネルでは南西でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しのないよう。よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。